京城西詰めより山手橋は、広島県広島市の大田川に架かる道路橋。市道西1区265号線に架かる橋。上流側に、山陽新幹線及び、山陽本線が通る JR 鉄道橋。下流側に、広島高速4号線が通る広島西大橋がある。車道専用橋であり、下流側に、 福音2.0メートルの人道橋を併設している。もともとこの地にあった橋が、大田川放水路改修工事に伴い1963年に、駆け直された。その後歩道橋を併設し、福音を4.0メートルから5.5メートルに、拡幅工事を行っている。1945年米軍作成の広島市地図。地図左上に、山手町、があり、そこから、 左斜め下にある橋が金井橋、そこから真下にある南北方向に架かる橋が当時の山手橋。もともとこの場所には山手川が存在した。大田川が形成した広島三角州内の西端に位置した川で、現在の放水路よりかなり狭い川であった。広島は広島城海上以降に開発されていったものの、江戸時代は 防犯のため城下に架橋規制が引かれていたことから、山手川には西国海道筋の恋橋のみかかっていた状況であった。戦前の山手橋は現在とは違う位置に架橋されていた。戦前にこの位置付近にあったのは金井橋であり、山手橋は山手川と福島川の中間合流で、 南北方向に架か,かる橋、つまり現在の中広大橋付近に存在した。1925年6月生半の地図には書かれて、おらず、西文道振興者、日本地理風俗体系第10巻にある1930年、頃の地図にも書かれておらず、1936年、広島都市計画力地配地図には書かれている。つまり、山手橋は1930年代前半に、 架橋されている。当時の橋梁形式は不明。1945年8月6日に、広島市への原子爆弾投下により被爆。爆心地から1980メートルに位置した。その当時、山手橋は、落橋していたのか、幅2軒ほどの仮板橋がかけられていたため爆風で、吹っ飛んだ。 戦後、山手川と福島川の間にあった中州を浚渫し、河川幅を拡幅する、大田川放水路改修工事が行われ、戦前の山手橋付近は埋め立てられ、新しく建設省により、現橋のものにかけ直された。1963年12月竣工。橋種は、プレストレストコンクリート橋を採用。当時では、国内での試行実績の少なかった。 ディビダーク工法が採用された。現在は市に一貫している。なお当時は橋上に退避所が2箇所あったのみで、1977年、下流側に歩道橋を併設し車道線に応募としたものの、交通量増大に伴い福音4メートルの狭さが問題となった。交通渋滞解消のため、当時は朝の7時から9時の間は、 旧市内方向のみの一方通行と規制されていた。掛け替えを含めた協議の結果、原橋福近を5.5メートルに拡幅することが決定し、2002年12月から工事を開始、2004年に再開通した。総工費約5億5千万円。ありがとうございます。